蚊に刺されやすい人。夏になると自分は人より蚊に刺されやすいと思っている人はいないでしょうか。実は蚊に刺されやすい人にはいくつかの特徴があります。まず体温が高い人という特徴があります。蚊は体温の高い人を好んで刺します。これは体温の高い人の方が二酸化炭素や汗を多く放出しているためと考えられています。特に子供や妊婦は体温が高いため刺されやすい傾向があります。また汗をかきやすい人というのもあります。汗に含まれる乳酸や二酸化炭素も蚊を誘引する成分です。そのため運動や飲酒などによって汗をかいている人、体質的に汗をかきやすい人は蚊に刺されやすいと言えます。加えて二酸化炭素を多く吐き出す人というのもあります。呼吸によって排出される二酸化炭素も蚊が人を探す手がかりになります。そのため呼吸量が多い人や肺活量が多い人も蚊に刺されやすい傾向があります。服装にも関係していて、黒っぽい服を着ている人も刺されやすいです。蚊は黒い色よりも明るい色の方を避けると言われています。そのため黒や紺などの暗い色の服を着ている人は蚊に刺されやすいと言えます。実は血液型も関係します。O型の人は刺されやすいです。血液型によって蚊に刺されやすさが異なるという研究結果があります。 O 型の人は A 型や B 型の人に比べて皮膚表面の二酸化炭素量が多い傾向があり、そのため蚊に刺されやすいと考えられています。それから香水や整髪料などの香りをつけている人も刺されやすいです。蚊は香水や整髪料などの香りにも反応することがあります。そのため強い香りをつけている人は蚊に刺されやすいと言えます。意外かもしれませんが、静かにして動きが少ない人も刺されやすいです。蚊は動く物体よりも静止している物体の方が刺しやすいと言われています。そのため長時間同じ場所でじっとしている人は蚊に刺されやすいと言えます。これらの特徴以外にも個人差や状況によって蚊に刺されやすさは異なります。しかし上記のような点に注意することで、ある程度は蚊に刺されるのを防ぐことができます。蚊に刺されやすい体質でお困りの場合は、虫除けスプレーや蚊帳などの対策グッズを活用してください。